高発を起こしたと思われる、ドイツの下方方針が破裂し、大きく左右に避けている高発とは、砲弾が方針内で爆発する事故のことである。大日本帝国海軍と海上自衛隊では投発、あるいは中爆発や内爆発と呼ばれる。島内爆発を、島内爆発とする表記は、文字を東洋漢字で代用したものである。講義には、弾頭内の火薬ではなく、 発射用の火薬に起因する事故も含まれる。俗に暴発ということも多いが、こちらは正確には発砲動作自体は正常に行われたものも含む、使用者の意図を外れた撃発事故全般の総称である。また、総発は、砲弾が意図したよりも早く爆発することで、砲弾が方向を出た後の事故も含む。後発は、軍関係者に最も恐れられている事故の一つである。 拳銃程度であっても使用者は手に重大な損傷を負い、機関銃のような大型のものではその程度が軽くても、方針は膨張して使用不能となり、激しい時には方針が破裂し、砲員が死傷することもある。軍用機の機関砲で発生しその程度が大きかった場合は、機体に深刻なダメージを与えてそのまま墜落することもあり得る。漢報においては、砲立てより、 内側や砲室内部で発生した場合、砲塔が破損するが、方向に近い場合には、付近の兵員を殺傷はするが砲身を交換すればその後の射撃に、ほとんど支障はない。その原因は様々で、古くから原因究明が行われており、現在では滅多に起きることはないが、第二次世界大戦以前は頻発していた。原因は、弾丸、深寒、 法などの製造不良によるものや過剰な使用や、汚損によるものなど、多岐にわたる。日露戦争前、大露作戦準備の一環として、海軍大臣だった山本権兵衛は、後発事故が多数発生することを見越し、イギリスからの石炭輸入に際して、貨物船の船底に12インチ砲の方針を、多数各種国費に輸入していた。以上のうち一部は、 関係者への責任問題への発展を避けるために、敵弾命中によるものと報告されたが、実際には、敵弾の命中などの外圧によって、方針切断が起きることはあっても後発が起こることは、決してなく、方針内部での早期爆発によってのみ起こる。ありがとうございます。